はい、どうもこんにちは、京本。どうも、シアモンです。はい、ということでね、今回はラジコンね、紹介していきたいと思います。ということでね、今回お花見ってことでね、ちょっとラジコンをしに来たんですけど、じゃあまずね、紹介ラジコン紹介していきたいと思います。こっちがね、シンウェモンのマーク2ですね。今ボンネット開けてますね。エンジンは何ですか？直列6リットの TRD 24キロ走った。おお、いいね。リアはおー、いいね。なんか色も結構綺麗です。角度によって色を変えれます、ね。うん、ステッカーが多くて、下見たらこんな感じになっており、うん、フルタブを貼っており、ここに修復歴ありと書いております。はい、じゃあ次こっち行きます。これは後ろ見たらもう分かる人は分かりますね。32GTR、はい、32ですね。1回出たよね、これも。うん、これも1回動画出てますね。32回、これもまあいつも通りです、ね。はい、いつも通りや。1台のボディで、お、持ってきて。これも結構ステーカーの模様かっこよくてね、うん、はい、奥にはね、次はこれですね。これ初登場。はい、これは初登場の BRZ ですね。シアンシャーシは TT01 ですね。シアンこうやって書いてある。はい、次キョウモンの。はい、これはキョウモンのですね。キョウモンのはメルセデス AMG GT3 ですね。これはまあ使ってる人結構多いですけど、もうね、これはいつも私がコース走ってるんで、もう傷だらけなんですけど、ホイールはまあよくあるホイール入ってて、これでね、グランプリ出たりもしようと思ってます。はい、リアウィングもあって、あ、ちなみにシャーシは同じ TT01 ですね。こんな感じで、これ次はじゃあね、ちょっとバギー系紹介していきたいと思います。これは今日ものものですね。これはグラスホッパーミニになりますね。これもタミヤ、これはタミヤから出ています。はい、これはね、持ってる人結構多くてね、長さが18センチです、ね。はい、サスペンションはね、ただのジャンパーになっています。しかしモーターはブラシレス。はい、ブラシレスを積んでいます。で、前もリアもダブルウィッシュボーンです。一回電源入れて、次はこれはね、もう持ってる人多いですよね。これ誰でも知ってるラジコン。これは昔からのグラスホッパーですね。タミヤ代表モデル。はい、これが発売されたのは1984年だったかな、確か。うん、結構ちょうど古い時に発売されたんですけど、サスペンションはダブルウィッシュボーンでも何でもありませんね。これただのバネで、もうハの字になってますね、タイヤが。はい、後ろのサスペンションはちょっと硬くてね、ギコギコ出てますね。接続式、うん、バディの重み使われて、はい、タイヤがで、デフギアもちゃんとありますからね。タイヤがいいやつだと、うん、リア駆動ですから。で、この2台がとても似ててね、模様が。はい、これ見てて面白いですね。最後はマット版、京門のマット版。これはね、1回紹介してますね、動画で。2回か、3回か、はい、はい、ショート動画で2回出てますね。はい、ということで走らせていきます。今度はミニ、グラスホッパーのミニの方行きます。
ということでね、今からね、この2台で綱引きしていきたいと思います。はい、ということで今回の動画はここで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくね。バイバーイ。